シデイ・モハメド・ウルド・シェイク・アブ・ダライ。シデイ・モハメド・ウルド・シェイク・アブ・ダライは、西アフリカのモーリタニアの政治家。2007年に大統領となったが、翌2008年に、クーデターで政権が転覆された。同国大統領としては、第3代、国家元首としては、第7代に該当する。クウェートとの関係が深い。同国南部ブラクナ州の州都アレグ出身。アレグで、 初等教育を受けた後、トラルザ州の州とロッソに移った。ロッソで中等教育を受けた後、セネガルのナカールで数学、物理学、科学を専攻した。後にフランスのグルノーブルに留学し、経済学において DEA を取得した。モーリタニアへの帰国後は国家の企画部門を担当する公務員として働き、 第二次経済社会開発計画にも携わった。1971年9月、初代大統領モクタルウルドだったにより、国家経済担当国務省に任命され、以後7年間にわたって務めた。アブダライは在任中、モーリタニアの基幹産業の一つである鉄の国有化や CFA フランに代わる独自通貨として、ウギアを導入するなど、 モーリタニア経済の根幹に関わる重要な職務を遂行した。だが1978年7月にクーデターでだった政権が崩壊すると、翌1979年にアブダライは国務省から解任された。1982年からはクウェートに移ったが、経済通りとしての手腕を買われ、以後3年間、同国のアラブ経済社会開発基金の顧問として働いた。 1985年に再び、モーリタニアに戻り、翌1986年から、マーウィアウルドシディ、アハメドタヤ軍事政権の下で閣僚を務めた。アブダライは、推理、エネルギー省、後に、水産、海事経済省を務め、モーリタニアの経済政策に、再び携わることとなった。だが、その後、1987年、タヤによりアブダライは、 政権転覆の容疑をかけられ、水産、開示経済省を解任され、投獄された。釈放された後、1989年9月より、アブダライは再びクウェートのアラブ、経済社会開発基金の顧問に就任し、2003年6月まで、そのニジェール事務所で働いた。タヤの長期政権に、国民は、不満を募らせていたが、2005年8月の、 軍事クーデターでタヤ政権が崩壊。エリー・ウルド・モハーメド・バールを議長とする軍事政権正義と民主主義のための軍事評議会成立した。軍事政権は議会選と大統領選の実施の後民政移管することを約束した。タヤ政権の崩壊を受け、アブダライは再びモーリタニアに帰国し、2006年6月4日、軍事政権によって 無所属の大統領候補に指名された。アブダライは軍事政権との関係を否定したが民政移管後も影響力を保持したい軍部の移行により特定の政党との関係が薄いアブダライが大統領候補に祭り上げられたと主張する勢力が存在し、大統領選の前に行われていた議会選で第一党の座を得た民主変革勢力連合は アフリカ連合を含む国際機関に対し、軍事政権の影響が強く、公正な大統領選が行われないとして、告発したが、結局、大統領選は予定通り行われることとなった。2007年3月11日、大統領選第一回投票が行われ、アブダライは最多数の得票を得たものの、得票率は過半数には達しなかった。規定により、 1> 第1回投票の得票率第1位候補と同第2位による決戦投げが行われることとなり、アブダライは第2位で民主勢力連合を率いるアハメドウルドだった候補と対立することとなった。3月17日、第1回投票で得票率第3位となった全ウルド税団がアブダライへの支持を表明。その2日後には得票率第4位で、 人民進歩同盟を率いるメスードウルドブールヘールも、アブダライ支持を表明した。決選投票は3月25日に行われ、アブダライは過半数の票を獲得して当選。だった陣営は不正選挙と休断したが、4月19日に、アブダライは大統領に就任し、民政移管が完了した。アブダライは、決選投票で、選挙協力をした税団を首相に任命した。 ブールヘイルは4月27日に行われた国民議会議長選でアブダライ政権の支持もあり当選した。2007年6月7日、アブダライ政権は石油輸出が微量であることと技術的な問題により国家予算が1億1、200万米ドル不足しているとし、アブダライの大統領としての給与及び 閣僚全員の給与を25%削減すると表明した。アブダライが公の場で演説するのは就任以来これが初めてであった。アブダライは1989年から1991年の3年間を暗黒の都市と呼び、タヤ政権の強権的支配で発生した難民や犠牲者の遺族に対する国家的保障を明言。また、 世界で最後まで奴隷制が維持されている国として批判されているモーリタニアの社会制度を見直し、イヤ政権が履行に積極的ではなかった奴隷制廃止についてはその実現を表明した。また、2007年9月26日にはニューヨークの国連本部で反政府勢力モーリタニアアアフリカ解放勢力の指導者と会談し、和平に向けた努力を相互が行うことで合意した。 フラムはアラブ系住民が支配者層を築くモーリタニアでは少数派となる黒人の勢力で黒人の地位向上を訴えて反政府活動を行い1986年から政府によって非合法化されていた。モーリタニアの指導者がフラムと会談の場を持ったのはこれが初めてである。無所属のアブダライは議会での支持基盤が脆弱だったが アブダライ政権支持者により、2008年1月に、与党民主開発国民契約が成立した、アブダライ自身は、非加入。野党はこれについて、過去のだった政権のような一党生時代に、逆戻りする行為だとして、厳しく求断した。2008年8月6日、軍事クーデターが発生し、首相と共に、自宅難禁されていると報道された。 大統領の実験は、軍部の高等国家評議会議長、ムハンマド・ウルド・アブデル・アジーズに移りブダライは失脚。同年12月に、軍政当局による拘束から解放されたが、その後軍政主導で行われた2009年6月の大統領選には出馬できなかった。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。